皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草子院新聞購読視聴規約。ここでね、一旦動画を止めていただきまして、ここに書いてある第1条から第7条を、えー、一応一個お読みください。一箇所でもね、えー、承諾できないというところがありましたら、 ここで動画を止めて他の人の動画を見てくださいすべてね一期一句承諾するとできるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれではね行ってみましょう2019年4月12日金曜日暗号資産草イン長野研究会今日のね千葉県松戸市はね晴れてるんだけど寒いね 晴れてるっつっても薄曇りでね、まあ、家の中でもちょっと冷たいかな、空気が。上着着ないとだめですね。で、外も寒くてね、また寒の戻りって感じかな。最近寒くてですね、この1週間ぐらい。あのちょっと前まで,でもう真夏日だったんですけどね、25度とかね。また寒くなっちゃいました。それで 僕もね、また風邪ひいてしまいましてね、えー、2回目の内科クリニック行きましたね。そして、まあ、抗生剤はもらえなかったんですけど、まああの、アレルギーっていうか、濃度とかね、鼻の薬くれたりで、アレルギー性鼻炎のね、薬もらって帰ってきてね、毎日飲んでます。昨日はね、えー、草子院新聞もね、えー、ノーマル新聞も出せなかったんですけど、 夜の,ね、YouTube <laughs> あ夜のライブは、ね、いつも毎晩やってますんでね、うんえー、毎,毎晩楽しい人、ね、と企だいたい2時間ぐらいかな1時間半から2時間ぐらい、ね <coughs> まあ、仮想通貨のチャート分析したりファンダメント分析したり、ねまあ、もちろんドルエンエフェクスがメインですけどね MT40 の、ねえー、IFO の設定 分析したり、ファンダメンタル分析したり、あと指標があるじゃないですか、夜はアメリカのね。で、指標発表を一緒にね、みんなで観覧して、どっちだどっちだっ !10 秒前からね、カウントダウンしてね、上,上から下かってね、やるのがすごい楽しいですね、まあ、みんなでね、やってます。で、動画の方は昨日出せなかったんですけど、昨日はね、また、またっていうかもうしょっちゅうなんですけどね、大体、 仮想通貨とか、FX をね、教えてほしいっていう、まあパソコン設定してほしいとかね、えー、全体的なことを教えてほしいっていう方は大体松戸来てもらってるんですけど、昨日は東京の方にね、あの、ちょっと行って、出張で行って、えー、そこで <laughs> 仮想通貨の ICO 関係ですね。<laughs> ICO30 個ぐらい買っちゃったんだけど、エアドロップがまだやってないとかね。 えー、ウォレットが開かなくなっちゃったとかね、パスワード何回クリアしてやっても入れないんだけどってってねで、まあ、パスワードのリセットとかやったんだけどダメでね、でもう何ヶ月もあのログインできなくて困ってると。<laughs> 仮想通貨の IC 用のサーバーとかね、ウォレットとか、ね、で。僕はもともと三菱電機の,の次世代製品の、次世代製品の 次世代セキュリティ製品とかね、次世代ビル管理システムのプログラマーだったからね。で、そこら辺はよく分かってるわけですよ。その、えー、目に見えないキャラクターコードがね、例えばリターンコードが入ってたりね。全部分かってるから、えー、そこら辺をね、あの、調査、まあ、調査してっていうか、まあ、勘で分かるからね、削除して、それでパスワードセッティングしたら、 もう2ヶ月もね、3ヶ月もちょっと入れなかったやつが、えー、数分で入れたってね、昨日本当良かったと思います。その他、まあ、全部でね、IC を30個ぐらいあるって言ってたんで、そのうちの4つぐらいしかできなかったですけど、またね、行くことにしました。はい、その後、まあ、夜もね、ちょっと忙しくてね、えー、昨日は動画が出せなかったんですけど、まあ、ライブはやりました。10時半からね。 12時半ぐらいまでね、2時間ぐらいありましたよ、昨日はね。皆さんもね、ぜひぜひ、毎晩やってますからね、う、あの、ライブをね、あの、動画ライブをね、はい、えー、ぜひね、あの、お問い合わせください。メールとかね、LINE とかでお問い合わせいただければと思います。電話でもいいんですよ。はい、<laughs> 動画解説欄に、電話番号とか、LINE 番号とか、LINE 名とか、えー、あとは、 メールか。メールで取り寄せが一番いいかな。i n f o m my n u m b e r m a r k j p ですね。はい。今日はね、あの定例ということで、えー、今日のお題なんです。本日お題ですが、今日の仮想通貨ドルエンフェクス相場分析を定例としてやっていきます。まあ、定例、もっと早くやれと <laughs>、ね。朝一番でやれっていう人いるんだけど、あの朝忙しいんですよね僕ね。朝5時から起きてますから。 はい、皆さんが寝てるときから起きてますから、朝5時からね。はい。あのひ、二仕事も見仕事も朝一番で終わってますからね。みんなと <laughs> みんなもや終わってますかで、今回、あれですね、ビットコインの価格など落ちてますが、これ電通カルロスインジケーターが作動してですね、仮想通貨の価格が下がっているだけですよ。はい。じゃあ行ってみましょう。 まずね、何からやろうかドル円からやるドル円これだよね。これ XM ですね。5分足。日足見てみるちょっと待って、月足見ようか。これが月足ベースのペナントフラッグだね。この黄色いのがね。もう少しで先端行くんで、大きくトレンド出るんでね。ガチをしてれば何千万とか何億もかかりますからね。 け金によって違いますけどね。あの、はい、ここ,ことかね。自民党の安倍首相がアベノミックス始めたときから、ぐーんって上がって、ね、持っていればね。これいくらになったんだろう。だから、20万あれば、100万通貨かけられるんでね。XM だと。だから、4900ピープスか。だから、4900万になってますね。 20万あったら4900万。まあ、実際問題途中でね、どん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 、あの、儲け、増えたお金でかけていくんで、まあ1、1億にはなってたかな、20、二十万円あれば1億になってた。200万あったら10億になってましたよ、これ。うん、で、ここの、ダメなオブミックス失敗でショート。ショートでれにくいんだけどね、スワップ金利がマイナスになるからね。ここの、トランプさんが大統領になった時は、 1700ピップスだから、そうだな、20万あったら3000万ぐらいかな。200万あったら3億ですね。あとはずっと横々なんでこれは無理ですね。ガチをできないですね、ここら辺は全然。<coughs> で、またトレンド出るんでね、下でもいいし、上でもいいんで、どっちでもいいんで。はい。で、今日はね、そうですね、ここのペランドフラッグ、この黄色いね、 トレンドラインの中を上下行ってるだけなんで、これ上でしょうね。一旦下行ってね、ちょっと不安になりましたけど、やっぱり上ですね。ここまで行ってまた下がるか、そのまま突き抜けるか、下がって抜けるか、下に。またこの、本当の先頭まで行くか、ギザギザしてね。それはわかりません、誰にもね。はい、それで、えー、っと、結局ですね、 えー、これ4時間足か。冷やしでもいいか。4時間足にしようか。4時間足でずっと下がってきたんだけど、どル円が。で、ここでね急反、急反転したんですよ。急反発してずーっと上がってるんですけど <coughs>、これなぜ上がったかというと、昨日だっけな。昨日の、うん、昨日その前か。あの、アメリカの FOMC 議事録ですね。が発表されたんですよ。 朝の3時ですね、日本時間の朝3時にここが発表されて、内容が良かったものですから、急反発してドーンと上がったと。でそれまでは FMC o 発表されるということで下がっていったんだよね。それで、ここのですね、ちょうど上のところ、ここですね、ここがアメリカの雇用統計だったんだよね。先週の9日、1週間前だね。<laughs> 1週間前の雇用統計で、まあ、内容的には良くも悪くもないということで、 全然無風でしたね。アメリカの雇用統計はもう動かないですね。うん。雇用統計動かないってことで認識しましょう。はい。それで、FOMC があるからってことで下がったんだと思いますよ。先週今週の月曜日からね。はい。FOMC の内容が気になるんでね。でずっとあのあのネガティブな。ちょっと上がったけど、やっぱりネガティブですね。ずっと下がって。どこまで下がるのかっていうくらい下がりましたよ。 はい。だから、ショートをずっと出てた人はラッキーだったけど、ここまで下がりましたね。あって言っても、まあ、80、86ピプスか。うん。まあ、我慢できる状況でありますけどね。80、結構大きいですよ。86ピプスはね。はい。で、朝3時。まあ、FX で飯食ってる人は起きてるでしょうね。うん。まあこれ、ここで、 反転するのかそれとももっとガーンっていくのか違いますからあの先月もすごい動いたんですよトレンドが出たんですよねだから来月もトレンド出ますからあのその一瞬あのそうですねだから金曜日でしょ第1週の金曜日の雇用統計があって、まあ、これでもトレンド出たり出なかったりするんですけどねでそれから次 FOMC ってことで えー、翌週の月曜日から下がり出す。と。ま、あ期待感があれば上がり出すってことですね。で、その中身によって、えー、上行くのか下行くのかってずっと上がってますから、これね。2日間ずっとね。これがね、どのぐらい上がったかというと、最高値で、95ピプス上がってますね。<laughs> 95ピプス。だから20万円持ってれば、えー、20万円持ってれば95万円。 もう買ってますね。はい。もう全然。えそうだね。20万あったら95万。海外の XM ですからね。888倍の中の、まあ、それでも800倍なんか使わないですけどね。400、400倍も使ってない。うん ?400 倍は使ってるか。500倍ぐらいでやってるのか。ね。えっと、100万通貨かけるのに、 100 12万5000円必要ですからね。だからまあ、余裕持って20万って言ってるだけなんですけどね。20万あれば95万。200万あれば950万儲かりましたね。この2日間でね。はい、だから1000万儲けるなんて簡単、簡単ってとこで言っちゃうけど、簡単なんですよね。はいで。これどこまで行くかチャレンジですね。で、私も実は、昨日はね、あの、東京の方に出張行ってたんで、 この、朝、朝起きたらこの辺だったんですよね。この辺で、朝5時から起きてますからね。で、9時、あ、5時45分からの、7時 10, 10分ぐらいまでの、もう、もうさてジャーナル見てますから、ちゃんと毎,毎日ね。で、日経テストも1日2回やってますからね。はい、毎週、あの、ちゃんと100、100も、100点まで正解して、 手帳を申し込んでますけどね。スマホでね。えっと、それでね。昨日ここら辺からロング入れてれば、えー、すごい儲かってましたね。僕1000万通貨でやってますから、そうだね。86ピップスか、今。あ、こあ、最高で ?90、90ピップスか。90ピップスだから、900万ですね。 1>, 2日まあ、1日半ぐらいで900万くらいかな、儲かってるので、ね。で、今はね、今週の月曜日からまた、えー、この講座ね、500万円からスタートしましたけども、今いくらになってるかというと、1000万ですね。ちょうど昨日の、ね、夜、えー、ライブ中にですね、みんなで話し合って、最良で入ったんですよね。あ、裁量じゃないや。IFO で入ったんだ。ずっと前に、ね、仕掛けてた IFO がかかったんですよ、ここでね。ここでね それで下行ったりして、一時マイナス100万とかなりましたけど、まあ、IFO なんでね、あの、FX っていうのはね、お金を儲けるためにやるんじゃないんですよ。うん、皆さん大間違いしてるんですけど、<laughs> FX、まあ僕たちみたいなプロ集団はね、あの、まあ、プロだからね、金儲けるためにやる人をのことをプロとは言わないからね、はい、大工でも、棟梁でも、芸能人でもね。<laughs> あの、レーサーでもね、プログラマーでも、プロって何 ?FX トレーダーのプロって何って言ったら、お金を儲ける人がプロじゃないわけですよ。金もなんかどうでもいいわけでそんな。うんうん、そんな物質的なことはどうでもいいよくて、美しくないよね。美しいというか重要なのかもしれないけれども、 美しくないよねもっと大切なことがあるじゃないですかそんなな何のために人間この世に生まれてきたかですよお金を儲けるために生まれてきたわけじゃないじゃないですかねえで FX についてはそのお金っていうのはただの結果なんですよで世の中には原因と結果の法則っていうのがあって結果っていうのは原因が完成されなければ結果っていうのは得ら,ない得られないわけ だから最初から結果を狙っても結果なんか得られないんですよ。原因を得られないと結果は得られないんですよ。じゃあ、あ原因は何なのかってことなんですよ。ね <coughs>。原因、FX における原因を追求しなければ結果、いわゆるお金は貯まらないわけ。だから、あの、まあ、皆さんっていうかさ、<laughs> ま、特に YouTuber、FXYouTuber の方は、もろくも、あの、お金をね、 消してるわけですねあとなんかあのなんだっけ爆村系 YouTube 爆村系 f x ユーチューバーのジンさんとかはやばい100万通貨入れちゃったとか言って100ピープスで100万円の大勝負って言ってたけどいやそれ大勝負って言わないでしょって <laughs> アマチュアでしょって感じ1000万通貨でも全然大勝負だと思ってないですからね僕ねうんやっぱり資産が10億 50億ってなってくると1000万通貨も屁みたいなものだからで XM っていうのは5万500万通貨単位でしかかけられないからもちろんたくさんポジション取ってるわけですよ10も20も、うん、5000万通貨とか1億万通貨とかでやってるわけだけれども100万通貨でいつになったら1億10億100億いくのかだなーと思っちゃった思っちゃいましたけどね で今今のポジションはね昨日の夜、ライブでねみんなと一緒に取った、えー、金額が今254万と、スプレッドは5万5千入ってるんで、5万5千8百円入ったんで、250、そうですね、この金額になってますね。はい、これはちょっと前にね、IFO で仕掛けたやつですね。 はい、でこれは、あの、結局今回は48.8ピプスで計算する予定なので、それはまあ計算に基づいてやってるわけですけど、111.885ですね。あ、百八あ、違うか、五5 0だから、十30、<coughs> 38.4ピプスか。たぶんね、ちょっとわかりません。で、そうですね、さっき1000いってましたけどね、ここはね。 まあ、ちょいちょい変わるんで。えー、っと、だから、有効証拠金が998万ですけど、さっき1千万言ってましたから、だいたい1000万ですね。あ、九9 9万7000万円。1000万いきましたね。はい。だから、この、1週間で1000万ですよ。だ500万が一千万。2倍になったんですけど、で、f x ユーチューバーの小野ちゃんがね、今年の1月1日、1月1日に、えー、 50万を証拠金として用意して、それで FX 始めてね、もう今98万まで来てるんですよ。で、多分今日100万になると思うんだよね。で、すごい、すごいな、すごいなって見てたんだけど、え、待てよって、50万を100万っったらた 2, 倍2倍になっただけじゃんと思ってね、まあ、おのちゃんフ、フラッシュクラッシュで、ね、資産大幅に減らしたり、 まあ途中で損切りできなくて減らしたりしてすごく辛いところを見てたので、まあそういう意味ではすごいなと思ったんだけど、え、ちょっと待ってよ。で僕なんて1週間で倍になってんだけどって <laughs>。倍になってんだけどってね、思い、若干思っちゃいましたね。うん、若干思っちゃいましたね。だから、まあほんでほら、1000万通貨の必要証拠金は125万5642円なんですよね。そこだけでいいんですよ。 はい。それで、今もう268万5800円になってますから、これ半日ですよ、たったの。260万とか270万とかね。で、しかも1000万。僕、最近は2000万通貨でやってますからね。はい、あ。4個ポジション取ればね、2000万通貨いけますから。<laughs> うん。だから、2000万通貨だと、これはもう500万いってますよね。半日でね。 本当は昨日ね、仕事があったんで、ポジション全然ここら辺全然取れなかったんですよ。これね、ここら辺から取ったんですよね、ポジションね。こ, <laughs> ここら辺もね、取れれば、えー、かったかなと。これの倍ぐらいになってたかな。500万になってたかなと。えー、1000万つくだけでね、そうかなと思ってます。それでね、やっぱりね、あの、中野研究会。 え、fx の調査研究やってるんですけど、まあ、仮想通貨もやってるんですよ。はい。どういうふうにトレードすればね、資産が増えて、安全に増えていくのかって。やってて、まあ、もちろん失敗もあるわけですよ。だから、あの、口座残高見ると、もちろんマイナスもあるわけですよ。うん。これリアルでやってるからね。基本はね。これ見せてるのはでもだけど、一応だから、 あのー、これミラートレードだからリ、リアル講座は見せられないから、あの、リアル講座のミラーで、こうやって、あのデモトレードでデモ講座で見せてるだけだけど、これリアルだからねで。もちろんマイナスもあるわけです、こうやってね。こうやって、マイナスもいっぱいあるわけですよ、こうやってね。うん。マイナスもいっぱいあるけど、こうやってマイナスあるでしょ。でもプラスもあるわけ。93万とか98万とか30万とかね。で、昨日の、 <coughs> 昨日っていうかその前か水曜日までの金額が742万1万一千円だよねだから242万1千六百円えーっと月か水で儲けたわけ3日間で242万1千六百円でうんこれまあみんなデモ <laughs> デモだろうとか言ってるんだけどあの本校リアル講座って見しちゃいけないことになってるからね当たり前じゃんねそんなんね 自分の資産をさ、世の中にさらしてさ、あの、強盗してくださいって言ってるのもんだろ、それ。それはね、警察に言ってもね、逮捕してくんないからね、それは。なぜかわかる自分で資産晒して、えここに <laughs> お金ありますって言ってるのに、それで盗まれたからね、警察捕まえてくださいっていうのは、それは警察動かないですよ。動くわけないじゃん、そんな。うん。だからこれ、 ミラートレードでリアル講座を見せるのはデモ講座で見せてるだけだ。これだったら一応刑法上はね、あの捕まえてくれるからね、うん。しかもリアル講座どこにあるかは教えてないしね。はい、ということで、これが <laughs>、どんどん上がってるの、ね、はやっぱりドルが強いですね。FOMC の議事録の内容が良かったからね。今の資産は1000万飛んで19万7400円ですね。 はい、この1週間、月火水木、金の午前中、あ昼までですね。さあ、それで500万トンで100、500万トンで14万7500円儲かりましたと。これじゃあ、おぬちゃんね、1月、2月、3月と4月の半ばと。3月3.5ヶ月で、3.5ヶ月、3.4ヶ月ぐらいか。3.4ヶ月で、まあ、2倍になったけど、 やろう。まあ、中野研究会の、えっ、ー、と、やり方でやれば、5日間で倍になるということでございますので、ぜひぜひ、皆様におかれましてもね、FX 何度もやってんだけど、うまくいかないっていう人はですね、あの、中野研究、中野研究会というか、あの、草コイン新聞をご購読いただければ、毎晩無料でね、あの、別冊、<laughs> 草コイン新聞クラブにご招待するんでね、 毎晩やってますから、研究、研究家やってますから、みんなでね。ぜひぜひご参加ください。毎月1万800円払ってくれればいいですよ <coughs>。途中から参加 OK ですのでね、今日振り込んでくれたら、今日の夜からご招待いたします。どれでもやってますからね今日、今日振り込んでくれた方がいいと思いますよ。はい、それと、あ <coughs>、い,い <coughs>。大丈夫だね。えー、っと、 そうですね。ファイナンスどうかな株式の方ですけど、やっぱり日経も上がってるもんね。どこまで上がるんだろうね、日経ね。あんだけ下げたのにね。157円上がってて、2万1869円。これ2万2000円いくね。また2万4000円いくのかなニュー,ヨークニューヨークダウンさ、すごいよね、これ。2万6000円いっちゃってるから、これ3万円いくね。 3万、ま。だからこれドルは上だね。125円。130円ぐらい行くんでしょうね、今回はね。上ですね、ドルは。はい、ロングです。70円行くのかなと思ったら逆ですね。はい、128円ぐらい行くかな。ひょっとしたら134円ぐらい行くかな、今回ドル。強いからね。うん、上ですね。で日経とかバブル来ますよ、これ。2万8000、3万円ぐらい行くんじゃないですか、今回。 3万円いくんじゃないですか、ちょっとね、本当僕も見余りましたね。いや、だってさ、毎朝やってる、モーニングサテライト、モーサテジャーナルとかね、あの株式のプロとか、債券のプロとか、為、え、替、ー、のプロの人が、これから世界恐慌が起こってね、ものすごく下がるよって言ってんだもんね、毎日毎日。NHK のニュースの人もね <coughs>。毎日毎日言っててさ、それで逆なんだもんね。 まあ、そういうもんなんだけど、<laughs> まあ、私たち、中野研究家につきましては、FX も株もね、為替もオプションも全部そうなんですけど、上行くの下行くのっていう議論はもうナンセンスなんですよ。もうね、平成の時代ですよ、そんなの。昭和じゃなくて平成の時代の考え方。古いんですよ。おじいちゃんおばあちゃんの考え方っていうかさ、うん。 値上がりす、株が値上がりするの、値下がりするのっていうのは、ナンセンスなんですよ。どっちでもいいんですよ。どっち,どっちか行くから。あとは、まあ、レンジを組んでね、横横だけど、いずれどっちか行くから。上がるか,か下がるか。ね。だから、どっちでも儲かるようにしとく。それが中野研究会のやり方なんですね。それを、じゃあ、その儲かるやり方の設定数値があるわけですよ。 それをみんなで、ね、毎晩研究してるって、結論を出して設定をしてるって感じですね。だから儲かってるんですよ。はい。負けてるけど、トータルでも儲かってるんですよ。だから、人間見あるでしょうこの <coughs> <coughs>、あの、雨目星。あの、儲か、これでね。人間見あるでしょうこう、儲かってるとこだけ映してるわけじゃないですからね。 はい、儲かってるとこだけ映してんだろうっていう人いるかもしれないけどこうやって負けてますからねちゃんと56万とか58万と33万とか7万8万って負けてるけど勝ってもいるんですよで25万とか30万とか勝ってもいるんですよだからトータルとして勝っ,勝ってるんですよねでそれをやっぱりお伝えしたいんですねでトータルとして勝つにはどうしたらいいかっていうことなんですが あのすごいね緻密な計算が必要でこれはあのやっぱりさ努力が必要ですよポジションはねあのポジション回数とポジション取得時間は長ければ長いほど損しますよ、うん、それは損する特にポジション回数はねポジポジ病の人はね損しますよスプレッドが損するっていうのと、まあ、ポジション1回当たりのポジションのね リスク係数がすごい高いから FX はねだからポジション回数は、まあ、月に2回二 <laughs> 回ぐらいですよでそれで、えー、ポジション回数月に2回で1年半で、えー、2万3千0を1億にできるっていうのが長野研究会の方,あの方程式だからそれをやってるだけなんですよねはいそれとまあだからお金を売ってたら あのお,お金は手に入るんだそんな当たり前だよね。原因と結果の法則だから、はい。あのお金を負うことを原因にしてはいけないってことだね。じゃあ何を原因にすれば、結果的にお金になる、お金が入るかっていうのは、なかなか研究会でも散々議論してますからね。散々議論して、確かにそうだねっていうことで、やってさ、うん、マネジメントシステムを構築して、プラント、チェックアクションを毎日回して、それだけ結果的にやっぱりこのルールだねと。まあ 相場によってねだからその上昇相場下降相場あとはレンジ相場あとはレンジのレンジ幅相場っていうのがあるからねレンジ幅をですねやっぱり計算して編み出してそれでいろいろ微調整していくんだよね数値をねでそこら辺っていうのは日々変わるから毎晩調査研究しなくちゃいけないからあのポジ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 をね毎日やったらそれダメなんだけどこの 裏側にあるね、数値っていうのは毎日研究する必要があるね。手ぬかりなく汗水垂らしてね。そこら辺を頑張らなくちゃいけないっだわけ。だからポチポチやることを頑張ると、それ負けますよね。それが原因じゃないから。原因はもっとね、深いところにあるってことですよね。はい、それとああ仮想通貨ですけれども、やっぱり下がってるんですよね。これ、冷やしなんだけど、冷やし。 下がってますねすごい下がってこれ1時間か。4時間下がってますね。かなり下がったね。60万円、行 <coughs> ってね。60万4567円で顔でした万60万,万5000円で顔出したら、すごい下がりましたね。56万、今56万75円ですね。すごい下がって、4万円下がってますね。4万,万5000円下がって、これ結構痛いですね。 うんまあ、どうせ上がるんだと思いますが、これはね、なんで下がったかというと、あの仮想通貨の値段は、もうフランスと日本、フランス政府と日本のね、あの、宮内庁との間の戦争が原因だって、前に言いましたよね。で、それの、<coughs> えー、それのね、あの、まあ、代理戦争として、 えー、武田さんとね、えー、JOC 元会長の武田さんと、えー、カルロス・ゴーンさんだと。で今回、カルロス・ゴーンさんの奥さんが、えー、事情聴取を受けたと裁判所でねで。それで下がりましたね、はい。フランスが空売りしましたね、ビットコインねで。ビットコイン空売りされるとね、ビットコインはね、すべての仮想通貨の基軸通貨なんで全部下がっちゃうんだよね、これね。ムもそうだけど。結構痛いよね、やっぱね。 うーん。まあだから日本のね、じゃあ今回なんで上がったのかっていうと、まあ日本政府のですね、あの紙幣発行の、2024年にね、紙幣を交代させてね、それで、まあ噂に、噂ですよ。僕知らないよね、本当のことはね。知ってても喋んないからね。本当のことはね。あの、<laughs> まあ紙幣切り替えと切り替えで旧紙幣はもう使えないと一切紙くずね。それと、まあ、預金封鎖、財産税の発行。まあ、預金封鎖してね、ひと月10万とか20万ぐらいおろせるんだけど、世帯主が25万。えー、世帯主じゃない人がまあ10万までしか銀行下ろせないと。で、まあ、2年ぐらいはね、預金封鎖続いて、 えー、まあ、預金の引き出し制限なんですよね、要はね。で、なんでそういうことをするかというと、えー、毎月さ、お給料ってのは銀行振り込みでしょ。で <laughs>、ね、だから、銀行にどん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 貯金が貯まるわけ。ない人も。貯金がない人も、出金制限があるから、貯金が強引に貯まるわけ。で、それを2年後とかね、3年後に国がさ、あの、カッパラはカッパラわ。<laughs> そういうことなんですよ。だから、もしね、可能だったら給料は現金,現金支給してくれと。現金支給っていうのは、それ振り込みのことなんだけど、あの封筒でくれと言っとかないと、全部、えー、預金封鎖された銀行口座に振り込みになってしまって、それ、もう法律によって変更できないことにされちゃうからね。 気をつけないけなないいいととこそれが仮想通貨でくれって言うしかないかな。うんはい、でもその頃には仮想通貨も、まあ、あマイナンバーつけられちゃうからね。どうするかですね、問題は。でリップルがかなり下がってますよね。リップルの下げがもう華々しいね。36円か。半値以下戻しですね、これね。<coughs> これちょっときついですね、リップル。うわここ,ここ下がりましたね、ここよりもね。 うーんやっぱりリップル集中攻撃されてますね、これね。ーんリップはちょっとテラス怖いですね、今ね。フランス政府がね、空売りしてますからね。はいあと、ファーウェイの副会長がね、あの日本の10連休のゴールデンウィーク中に捕まんなきゃいいですけどね、それだけですね、怖いの。 うん、どうなることかですね、これはね。はい <coughs> と。こういうマーケットキャップ見て終わりにしましょうか。まあとはいろいろ見たいのあるんですけどね、ちょ,ちょっと見ようかな。下がってますね。あ1兆円、1兆円抜かれてますね、やっぱり。時価総額が18兆9833億円ですからね。 うんあとね、仮想通貨のね、有料草コインのね、探し方の平成最終版っていうですね、動画も作りました。はい、あの、かなり、えー、洗練されてエッセンスをね、溜め込んだ、今までの1年間分のですね、エッセンスを溜め込んだ、あの、仮想通貨、まあ、メジャーコインと草コイン両方ですね、含めた、このマーケット、コインマーケットキャップを用いたですね、こう、計算、計算式をやっていくんですよ。 e エクセルにコピーペーしてね。で、あのー、数字で出てくるんだよね。あの、このコインは、えー、ビットコインよりも何倍、えー、買,う買う、買った方がいいよと。でこれは買わない方がいいよって出てくるんで、それの動画も作りましたので、もしよければ、えー、ご参考にしてください。はい、草コイン新聞孤独の人だけに送らせていただいてますんでね。今、ボーナス。あと、去年のね、 7月からのですね、草コインの選定方法の動画25本もね、アーカイブとして全部一斉にプレゼントしてますんでね、25本は大きいよ、やっぱり。うん、だから7、8、9、10、11、12だから6ヶ月分 ?6 万円分をプレゼントですからね。だから、<laughs> やっぱぜひぜひね、ご応募ください。はい。あとね、 決済近づいてきましたね。これね、ここのところがね、決済の差し値がですね、緑になると。なんでこれがね、緑になるのかっていうと、決済の差し値が10ピプス以内になると緑になるんですよ。ほんで、えーと、損切りのラインが10ピプス以内になると赤くなるんですよ。で、今トレーリングストップかけてるんで、えー、12ピプスですけど、常に赤になっちゃうんだよね。 10ピープス以内だから、損切りがね。で、今ね、<laughs> 111.885で、えー、決済かけてるから、885、885。だから、10ピープス以内になりましたから、緑になったと。えー、おめでとうってこと。で、決済逆差し値は、今、黄色信号ね。10ピープスだと赤になる。だから10、20ピープス以内になると、これ黄色かな、だからね。 はい。で、20ピップスを超えると、何も色がなくなると。逆差しでね、これ。消す。あの、損切りね。はい。ちょっと、あの、はい、分からない人いるかなと思って説明しました。あとですね、まあ、だから、日本時間でも、やっぱりトレンドが出てるときって強いよね、日本時間でもね。こうやって、まあ、まあ、ダブルトップになってところ下がったら嫌だなと思いますけどね。ここはね、あの、朝9時半、 から10時のねさ今日の中値でしたね。<laughs> 今日ね中根ある上がること分かってたので、これ9時半ぐらいからかなああの。一部のですね、長野研究会の一部の人には LINE でね、今日中値上がるよって伝えておきました。朝8時ぐらいに。はいでなぜ上がるかって分かったかというと、あの <laughs> 朝5時,5時45分からのモーニングサテライトジャーナル、まあ、テレビ東京系なんですけど、言ってましたよ。 三井住友銀行の人が、うん、今日の中根は大量に買いますって <laughs>、ドルの需要があるので大量に買いますって言ってましたよ。三井住友銀行の人が。だから、<laughs> 上がるんだなって思って <laughs>。言っちゃダメだよね <laughs>。言ったらね <laughs> むちゃくちゃ上がってんじゃないですか、これ。むちゃくちゃ上がってんじゃないですか、これ。まあ、23ピップっか。 だ今日は五島日じゃないんですけど、4月12日でしょ。で、五島日っつったら、来週の月曜日が15だけど、やっぱり金曜日に決済したいんだよね、みんなね。だから、15日が土日にあると、やっぱり金曜日になっちゃうし、月曜日にあっても、やっぱり金曜日になっちゃうんだよね、前の週のね。うん、あとゴールデンウィーク差し掛かりそうだから、もうなんか決済早めに終わらせておきたいわけですよ。だから、今日は爆買いですね、ドルがね。 うん、はい、<laughs> あとは、だこういうねあの、時々のですね、その時その時によってですね、やっぱり世界のマーケット事情と違いますからね、政治経済が違うんで、毎晩研究する必要がありますよね、頭に汗かかないとダメだと。で、頭に汗かけない人は体で、体に汗かいて、 えー、肉体労働者になるしかないからね、だからそれ結構きついからあの、僕なんかもそうだけど、年を取ってくるとね、えー、外で働くのとかねあの、年下の上司に使われるのってきついから、やっぱり家でね、頭に汗かいて、うーん、やっぱりお金ね、稼いでいかないといけないと思いますよ。ほんで、こ子供とかね、お子さんのね、 あの大学行きたいっつったらやっぱり行かせてあげたいしね。留学したいっつったら語学留学したいっつったら行かせてあげたいしね。野球やりたい、サッカーやりたい、ピアノ習いたい、バレエ習いたいっつったら習わしてあげたいじゃないですか。子供の頃しかね、そういうの習え,習習えないもんですからね。まあ、そういうお金をね、やっぱり用意するにも、これでいいと思いますよ。だって僕だってこれ、昨日の、ね、夜11時ぐらいに、 このとことろバイっていうこうロングポジションをポチって1回押しただけですよ。1回押しただけで、いくらになったのって。仕事、肉体労働したのはそれだけですよ。肉体労働したのはマウスのクリック、左クリック1個押しただけですよ。それで今、307万5800円ですよ。その肉体労働1回だけ、あと、あ、もう1個やった。もう1個やった。あの、パソコンの電源を入れた。 2, 2回だけ肉体労働は300万いくんですよだからうんしかもね安全にね負けるときもあるけどトータルでプラスになりますからそれで収支は今週1週間でも500万超えましたからね、はい、トータル1000万ですけどね500万利益で500万超えてますからまあだから最初ね5万しかない人はまあ10万だから今週で5万かまだ福利で増えていきますからね 来週は10万が20万。その次は20万が40万。その次は40万が80万。80万が160万、160万が320万。320万が640万、640万が 1, 1週間で1280万。だから1週間で640万儲かると。その次が、えー、1週間で1280万儲かると。その翌週が1週間で2000いく,いくらですよね。二千万以上ですね。 儲かっていって、そ,そ,その次に、しまいには1週間で1億、2億、1日で2億、3億って儲かっていくということですね。それが金曜の世界ですし、いちいちそんなことで驚いててもしょうがないから <coughs>、そんなことでビビってたらね、あの、話にならないからね、はい、全然余裕ですから。あと、あれか、トレーダー、 うです、ね、んあ、これですね。トレザードウェーブさん、ありがとうございます。いつもはい、FX オーダーをちょっと見たいと思いますが、今いくらやったかな ?11181 か。81ですね。111だから、断続的に売りがあるんだね。80から、えー、1112円までね。こういうと、ストップロス外。 ですねだから8 89、111、111円90銭くらい厳しいからちょっと落ちてますもんね、だここでちょっと抑えられるんでね、80超えてますからね、ここはね、うん、だからここがまた落ちるのか、えー、買い進めるのかですね、で、これ私の IFO がここが、えー と、885ですから結構まだあるんだよね。885なんでね。まあ10ピップスはないですけど、8ピップス、7ピップスあるからね。あとね、こっからね。うん、行くかどうかですね。7ピップス、ここがちょっと重いですね。2回目ですからね。ここで1回行ってダメで、2回目ですね。で、ダメならもう1回下がって、<laughs> そうですね。応酬時間になってまた行くかですね。 下がりはしないでしょうね、これね。このまま、ナイアガラが来て、ぐーって下がっていくことはしないでしょうね。下がったとしても、欧州時間、<laughs> まあ今、サマータイムですけど、5時か6時、5時ぐらいかな。一回、突き抜けて、112円試すと思いますね。はい。それからナイアガラがガーンって来るでしょうね。来るとしたらね、わかんないですけどね。そのまま突き抜けて、ストップロスを巻き込んで、上へ行く可能性もありますね。ドラーラって、その、ストップロスっていうのは損切りですよね。 はい。あの、ショートの損切りをするには買わなくちゃいけないからね。ドルをね。そのまま行っちゃうと。売り集め、112円、25銭まで行くから、売り集めだからね。うん。どこまでストップロスで行くかですね。うん。あの、ヨーロッパや、ヨーロッパの FX トレーダーヤクザって呼ばれてますからね。ヨーロッパヤクザがどこまでやるかですね。はい。で、これコンパス見ると、 上昇トレンドですね、本日のね。うん、4月12日。うん。<laughs> はい <coughs>。来週の日米通商交渉を控えて、えー、下値リスクも警戒してくださいということですね。うん、FX は大安だ。いろいろありますね。はい。あと、あれ見てみますかね。はい。 わすごい上がりましたね、この辺ね、うん。ここからどうなるかですね。楽しみですね。私、ここのちょっと薄いんですけど、ここが決済なんでね。はい。ちょっと楽しみですね。で、ここはトレーニングストップで12ピップス下に設定してるんで、常についてくるんですね、こいつね。はい。どうなるかですね。それと、えー、あれか。 ガイタメイドットコムさんの、うん、ガイタメイドットコムもいいですからね。えー、ナビですね。取引データですね。あー、11180に売り注文が山ほど入ってますね、これ。買いが入ってないですね。あ、ここが入ってますね、買いが。ストップロスですね、これ。うん、買い取りですね、これね。 総裁ですね。でもどっちかというと、売りが強いか。売りですねで。ここでちょっと慎重。うーん、これで、ね、日本のですね、外為オンラインの、外為トコムさんのえ、個人投資家の人たちの予約注文ですね。OCO とか IFO とかの予約注文ですね。だから、あ、下がってますね。えー、785。 下がってますね。ちょっと超えられなかったね。うん、下がってる。785、ここら辺か。80と75い間ぐらい。ちょっと様子見ながら上行くって感じかな。それかちょっと下の方まで下がってから、押収時間を待つって感じかな、これ。うん。そうですね。ちょっと、どうなるかって感じですね。はい。ということでね、今回は、 この辺であそうだあれだけ見ようか仮想通貨のニュースだけねコインポスト見ますはいうん特にないっすよね速報はね うん、ないっすああタムケンがエイダ決済を導入だって焼き肉店うん特にないっすねまああのまとえたニュースが全くないんだよねこういうとこねはいあの <laughs> あの秘密結社系の裏情報、まあ、裏,裏情報が表に出てきたら裏情報と言えないか はい、あのなんかこう見当違いの話ばっかりですからねこ, <coughs> こんなあのちょっと提灯ネタにね右往左往させられてたらいくらてもお金足んないのでこれ消しましょうはい下がってますねちょっとどこまで下がるのかちょっと見ながらですね下がってるってったって5ピプスしか下がってないからね、はい 5ピープスってって僕1000万通貨ですから5ピープス下がったら50万下がってることになるんだけどまあ別に50万ぐらい大したことないけどねはいそれではね今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思いますあとそうだね XM の講座解説の動画とかをね、えー、この後作りたいと思いますそれではこの辺で終わらせていただきます千葉県松戸市よりトム・クルーズがお世えいたしました 失礼いたしまーす。